村長ミュージックスタジオ。はい、皆さんこんにちは。今日はですね、ボーカルライダー前からですね、とっても気に入って、使ってる、ソフトですけれども、自動で、ボーカルを調整してくれるということで、すごくパンチが出て、そして絶対に、桶に埋まらないというね、そういうソフトで、今真ん中にあるツールですね、今日は、メーターとか、そしてアナライザー、そして、今日はちょうどハーモニーをしているところを少し見ていただきますので、ハーモニーエンジンというね、世界中で使われているハーモニーソフト、それをこう画面に配置して見ていただきます。最近になって、相方のルークさんがギターを入れてくれて、とっても音源がしっかりとできてきました。ちょっとどんな感じになってるか聞いていただけたらと思います。空の下へさあ立ち上がれ、ダメはしない、この道がある限り大きく、はい、こんな感じに、仕上がってきてます。右にあるあのイコライザーはですね、ボーカルのところのイコライザーで、最終イコライザーではありませんが、こんな形で、12月の中頃ぐらいから、発売になります。皆さんね、もしよかったら、田中航さんに、連絡をして、またよかったらゲットしてみてください。今日はボーカルライダーの紅葉というか、それを少し、見てもらいました。村長でした。